である。トゥディアリーの誕生は2001年4月20日で、コードが sourceforge.net に公開されたのは2002年2月20日である。頭文字の t は、ツッコミと作者ただただしの、ただに由来する。ルビーによって書かれた CGI スクリプトであり、同言語の普及に寄与した。コメント機能のツッコミ、簡易なトラックバック機能の 本日のリンク元、CSS による視覚スタイルの変更機能のテーマなどの基本的な機能を備えた Web 日記のツールである。さらにプラグインを使用することにより様々な機能を追加できるため日記にとどまらず一般的な Web サイト作成ツールとして使用されることもある。その一例としてはトゥディアリー自身の公式サイトがある。 かつては、Ruby 公式サイトもトゥデ d アリーで運用されていた。もともとウェブ日記のツールのため、基本は日付単位で記事が管理されるが、ムーバブルタイプなどのブログ用ツールのように、記事単位で管理されるようにする拡張も存在する。詳しくは、リリース記事を参照のこと。テーマについては、日記システム自体のシステムの内部実装は全く異なるものの、 ハテなダイアリーのそれと親和性が高く、お互いに変更なしにそのまま利用できる場合が多い。ありがとうございます。